も日焼けしてちょっと黒くなった。どうもきょんちゃんです。どうもくまちゃんです。最近頭でかすぎてケツってコメント多すぎるよ。どうすんの？もう切る。じゃあ切って3日前にその切るか切らないかの話になってから、もう3日だって3日どころじゃないよ。そう、自信持ってどうすんの？今の世の中携帯というものがあります。あ、もしもし、きょんちゃん。あ、もしもし。あ、はい。人はですね、この距離では電話しません普通ただですね、この距離でもたまに電話する時があります。その例はどんな時でしょうか？糸電話使う時です。正解発表早すぎてびっくりしちゃった何かの誰かが言ってて、それをチェドから聞いたんですよ。糸じゃないやつで1個やってみて、そしたら声にエコーがかかったの。はいはいはい。それ何？俺ほとんど聞いてなかったんだけど、バネです。エコーがバネ。紙コップ用意しました。バネでやったらエコー。じゃあさ、ベーン。こんな、何これ？バネだよ。これバネか。ベーン。ビニール紐とかさ、ベーン。巨大ロープのさ、こういうので耳どうなっちゃうのかって。わ。気になるでしょ。耳吹っ飛ばす気でいるの。今回糸電話になるようなものを11種類用意しました。こちらがまず糸電話できるかどうかが問題だね。これとかさ、できなくね普通に。バネでエコーがかかるってんだったら金属が通らないわけではないってことですからね。っていう感じでこれ全部紙紐テープで。あの、ぐるぐるして全部糸電話にするんですそれですっていう感じで、はい、出来上がりました。出来上がりましたっていうか、これさ、パッと見たらただぐちゃぐちゃに紐が置いてあるっていう感じで、はい、部屋の端らへんから、はい、玄関のところまでで、はい、一回やってみたいと思います。そうですね。じゃあまず普通の紐から、じゃあ行ってみましょう。うわ、すごい糸電話ってすごかった。どうも、くまちゃんです。すげえ。聞こえた今。うん。じゃあクマ、こしょこしょ話してみんなにバレないように。あ、わかった。危ないこと言って。はいはいはい。おい聞こえてる。聞こえてんだよお前。今度は、うん、浅井正勝紐行きましょう。お前それ中学の同級生ガチフルネームだお、聞こえる。やばっ。おー、あ、もしかしたらこっちの方が聞こえやすいね。こっちの方が聞こえやすい。電気のコードですね。お願いします。その反応はまさか。はい、お願いします。お願いします。聞こえるじゃん。続いてはこちら。出た。でーん。ねえ、これね、ほんとね、誰がこれを買ってきたのか何を考えてるのか分かんないけど、チェズに買ってこいって言われたから買ってきたんですよ。そう、すごいのかもしんないけど。すごいのかもしんないんだけどねなんでそんなテンション上がってるのエコーがかかるんだって。エコーがかかるかかからないけど引っ張れねえんだこれここの距離でしか会話できないんだ。はい、いくよ。はい、何も聞こえないんだけど普通にこっから聞こえる。本当に？うん続いてまたまたできなさそうなこちらでございますね。あー、聞こえなくはない。これいきましょう。 PP ロープ。はい、うん、聞こえてる聞こえてる。マジっすか？うん。あー、聞こえた？全然聞こえます。どうも、くまさんです。チェド君がなんか伸ばして使えるようにしたみたいなんですよ。これでもう一回試してみましょう。聞こえる？おお。おお、エコーかかってる。かかってる感ある？エコーかかってる。すごい。うん。ごめんチェンジ。ジュースご飯。次、こちらの紐ですね。麻紐が一旦だったらそいつも行くよ。じゃあやりますよ。キョンちゃん。キョンちゃんの身長に合わないんじゃないかな。あー、やばいやばい。わかったわかった。ごめんな。ガード弾くね。ガード弾くね。はい、で、これが一番楽しみ。ね。おー、まあ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 。これで聞こえてます。これでいこう。紙っすね、紙。紙！いくよ。はい。あ、ちょっと聞こえる。おー。燃え上がる。なんで？はっきり聞こえるぞー。はい、今度は、針金ですね。おい、エコーかかってる。聞かせてもらうよ、使ってきて。あ、これ怖い声できる、怖い声。すごいすごいすごい。怖い声やって、怖い声。あ、怖い声だよ。お化け屋敷にいるみたい。あの、地味に気になるよね、このチューブ。真ん中に穴開いてんだよ、ちゃんと。このチューブの中に空洞があるの。いいですか？はーい。え？あ、今までで一番聞こえないわ。
じて。え？あ、でも。あ、気持ち悪い。普通に喋るから、そっちやって。もうおい、いよいよ最後の金の銅線でございます。金の銅線って何？普通に銅線ですよ。銅線です。いくよお父さん。思ったより効果ない。あっ、3マかける6。普通にしゃべって。すいませんでした。ああ、おエコーがおかかりでございまして。エコーがかかる。ねえ、よてて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 てって言って。低い声は。じゃあその声でペンってやって。っていう感じで、ものによって結構やり方変わってきますね。てか、ものによって聞こえ方が全然変わってます。でもそう、全部できたよ。黙れ炎上くん。どうもー、あ、ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。ええええええ。